せーの、モニットモチッとゆみまろです。おはようございます。今日は丸亀製麺のうどん、天ぷら、おにぎりを全種類食べてきたと思います。それでは今日一緒にやってくれるのがじゃーん。何かけてるんですか？ディズニー行ってきたんで。あ、ディズニー行ってきた、はい、今行ってきた。名前はミニーちゃん。私ミキで。あ、ミニーちゃんとミッキーさんでよろしいですか？はい。あ、かしこまりました。あ、メガネがめっちゃ反射してるから、このメガネに。本当だ。できました。私はかけの波と牛トロ玉うどんの波と野菜のかき揚げで、ミニーさんがなんかトロトロ玉うどんと明太玉玉とカレー、カレーの天ぷら。すごいなってて、ミニーさんみたいな。あとエビ天でミニーさん、こんにちは。せーの、いただきます。なんかここ赤いんですか？書いたら美味しそう。これ一口交番制度ありですか？うん。あら、かき揚げでかっ。何が？めっちゃ美味しい。美味しいっしょ。美味しいよね。めっちゃ美味しい。明太たまたまって温かいんだ。めっちゃ美味しい。肉の味付けが。あ、これ冷たい。うん、ごめんね、ありがとう。食べていい？うん、しゃぼやかだね、なんか柚子が入って、柚子が入って、うん、こってりじゃん。うん、うん、うん、柔らかい。めちゃめちゃ柔らかい。うまいですか？先うどんがすごい量かけたなって思って。これ美味しくない？めっちゃ美味しい。なんかあの米が進みそうな味だよね。普通にご飯にかけちゃう。また頼むの恥ずかしいな。こいつらまた来たのかと思われた。また2回目来たの。2個ずつ頼むのもだいぶ恥ずかしかったよ、あんな大勢の人がいる中で。めっちゃ天ぷら欲しいですよ、これ。カレー？カレー。魚の味？白身魚の味。うん、白身魚の魚。塩がいいですね、食べるところは。塩かけたの？かけてないです。食べた。ふう。揚げ。でっか。でも丸亀のかき揚げ美味しいですよね。うん。ねえ、言っていい？一つ。ちょっとお腹膨れてきたんだけど。え？指輪か？指輪か？これ閉まれば大丈夫。
まだとか言ってこらこら全然食べてないフリテロックはちょっとお腹にきますね。何こ れ, これ骨が6個も入ってんの。ん原骨原骨が6個も。んやばいですよ。もうお腹いっぱいだ。戦力外だな。ね、いらん。いらん。静かにいらん。いらないです。うん、ミニマロさん水分飲む量めっちゃ少ないでしょ。うん。なんかあのつま、あの一緒に割り箸食べてました。一緒に割り箸食べてる。やっぱ味の濃いものを先に食べた方が。ね、いやいやこれパーキーちゃん。ちょっと待って、言うともうすでにお腹が結構きた。私わかるだよね。うん、うん、エビ天。これやばいかもしれない。うん、やばいよな。やばいですね。麺長いね。麺長いですよね。吸い切れない。吸い切れない。ほら、ほら、画面に収まらないもん。食べますか。あ、一個ね。明太たまたま終了。ユミさん、ここなんかついてますか。明太子が。分かった。ちょっと時間を置いてまた来ればいいんだ。え、まあそうですね、それもありですね。ギャルが何か言ってます。ギャルが自分が、なんかそうやってボタン取る。あ、ついにボタン外す。ボタンなんだこれ、嫌な衣があって言ってます。あ、余分な衣が、余分な衣が入ってきて。ギャルは余分な衣にうるさいんですよ。エビチリとかも、うん、余分な衣に入れてる。これエビチリなんですけど。ギャルは衣にうるさいって。衣にうるさい。若い。関係ないわ。おにぎり食べる。おにぎり食べるって嫌なの。そう。でも皆さん頼んでなかったんで。なんでよ。明太子って言ったじゃん。明太子、うちのおにぎり食べたいとか言ってましたよね。言ってた。私おにぎりも食べます。何味がいいですか。私明太子でとか言ってたくせに。違うんですよ、これエビを食べたから。言い訳だ。ギャルの言い訳。もうすぐ20分ですよ。ミニーさん、あ、どう、さっきさ、なんか食べれそうでしたけど。大丈夫。あの、そのかけうどんのちょっと口の中がちょっといいなと思って見てたんですけど。はい。ギャルが汁飲んだ。うどんの丼ぶりが似合わんな。あ、美味しいです。めちゃくちゃさっぱりしました。完食。いい。待って、あと何個あるうどん。あと8個、13個あった。あと8個。13個もあった。13個、牛のやつ。うわ、あと8個。あと8個。バカめ。バカめ。あと8個。あとキツネうどんとかありますよね。ダルカニ、ダルぶっかけ。あともう少しで完食です。あ、無理。ちょっと意外と結構さ、腰が嫌だ。腰がどうしたの。完食。あ、今見逃さなかったよ、私。あと一歩あるの見逃さなかったよ。あとこの卵の皮。皮？白身だよ、白身。完食だ。あ、オッケー。ね、何の拍手？まだ終わってないから。こんだけ食べました。とりあえず。
ちゃ完食だね。はい、イエーイ。どうする？え、もう無理っしょ。フランスまで行きます。じゃあ買ってきて。おしっこ、アイソン。やばい。バカじゃないの。アイスを挟むって言いましたよ。バカやん。アイスを挟んだらあと何杯食べれるんですか。うどんは1杯食べれる。あとおにぎり。絶対嘘だよ。ギャルの言うことは信用できない。アイスを挟みます。え、どうします。食べます。おにぎりならいける。あ、そこめっちゃいい子だったらいけます。じゃあ私おにぎりとお稲荷食べる。マルカミとおにぎりめちゃめちゃ買いましたよ。4個あるのかな。おにぎり4個あるのかな。やばい。おにぎりとおにぎり、おにぎりでおにぎり制覇のお稲荷。あー、え、待って待って、うどんも食べます。うどん何食べます。え、ちょっと、いやいや、私食べれない、食べれない。食べれない。あ、うどんなしか、おにぎりだけです。うどん食べれる。食べれない。あと1個を何でやる。それならまあいけそうだ。だって5個でギブアップってそれぐらいになるけど。蜂蜜感強いですね。めちゃめちゃ蜂蜜感すごい。いいんですか。うん、めっちゃめっちゃ蜂蜜の味。蜂蜜のとこめっちゃ食べたから、プーさんの味がした。プーさんの、プーさん食べたことあるんですか。あるよ。嘘ない。本当だ。プーさんになれる味だ、これは。うん。